2017年11月13日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第2270話、風呂場にて。さっき起こった死ぬほどシャレにならないくらい怖い話。さっきまでジップロックに入れた携帯をお風呂に持ち込んで、このスレを読みながらシャンプーしてた。ちなみに今も全裸で髪をすすぐために携帯を浴槽のヘリの部分に置いて、かがんで髪をシャワーで洗い流してる時に。生きてる人間の方が幽霊より怖いに決まってるし、わら。なんて思いながらシャカシャカ手を動かしてた。すると背後に気配。プラス、どんどんと風呂場が揺れるくらいの足踏み。後ろにはもちろん誰もいない。いやいや生きてる人間のあるわい。と思いながらすすいだ頭を思い切り後ろにのけぞらせてビシャッと水滴攻撃を浴びせたのね。この時点で足踏みはしなくなった。で、髪をすすいだからかお剃りしようと思って髪剃りを手に持とうとしたら、髪剃りが風呂場の棚から落ちてきた。しかも頸動脈の真上を切って、あと2ミリメートルも切れば血の池地獄になるとこだったわ。ネットで見つけた怖い話。第2271話、手前。俺が一度だけ本気で血の気引いた話。手前、俺が火曜の中華料理店を手伝っていた時の話。夜8時とある大きなマンション。13階建てのオートロック。の500室に出前が入った。マンション玄関につきオートロックからインターホンで呼び出し開けてもらう。そしてエレベーターに乗り込む前にテラスを通るわけなんだが、そのテラスの椅子に一人の女。背は150くらい顔は童顔だがおばさんぽい。が座ってこっち見てる。パッと喧嘩はいもないし、不審者のような感じもしたので無視してそのままエレベーターへ、開放して扉が閉まりかかる直前、ダダダダ。その女が走って乗り込んできた。出前。続きびっくりして出前かごを前に交代り。しかし小柄の女は乗り込んできたにもかかわらず会話をさない。それどころか女は俺の横に来て顔をじっと見て。目線はなぜか俺のデコを見つめてる。半笑い。エレベーターには二人きりだしあまりに異様な感じだったので会釈した。反応はなし。5階までが果てしなく感じささっと降りたら女も降りてきた。だが俺は、個室に向かうと女は反対方向へ行ったので、ああ気持ち悪いやつだった。と内心ほっとし料理も私を得て戻ろうとしたら、エレベーターの前に小柄の女がいる。こっち見て笑ってる。その時は若干キレ気味で、なんだよ気持ち悪いうぜいなと思い、面倒だけど階段で降りよう。と思い女が待つエレベーターから円目の階段から降り出した瞬間、ダダ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 、もうダッシュで走ってくる足音が聞こえて俺は、その瞬間血の気引いて半泣きで階段飛び降りるようにして逃げて帰ったわ。小柄の女だし負ける気はしないが異常な感じがしてるのでさすがに怖かった。以上俺の唯一の恐怖体験です。ネットで見つけた怖い話。第2272話、廃墟。廃墟1これは4年前のちょうど今頃。当時、大学生だった俺と3人の悪友 A、B、C と C の彼女 D で、夏の恒例の肝出しと称して、冒険の廃墟に行った時の話です。当時、C が付き合い始めた彼女 D が、少々霊感があるというので廃墟ツアーに行くことなったのが、廃墟につながる獣道に車から降りて入った途端に急に彼女 D が、変に空気が重い感じがする、とか言うんだ。まあ、俺たちは霊というものを信じてなかったので、マジー、とか言って、ワイワイしながら、構わずに廃墟にたどる道を進んでいったのだが、急に B が、寒くねえ。とか言い出した B の冗談だろと俺と A は軽く笑って、
ビビるなよ。とか言って、どんどん進んでいったのが、B と C と C の彼女 D は後ろで、立ち止まっているわけよ。俺と A は、ビビるなよ、来い。と言うけど、C が、無理、無理、とか、返事してこようとしない。俺と A は、あいつらビビってるな、とか、呆れて二人だけで廃墟に侵入することに、なった。廃墟は三階建ての旅館で、入り口は、長い草で覆われていた。ちと躊躇したけど俺たちは構わずに、入ることにした。入り口に入ってあたりを見回した。けど、前はゆる廃墟なので、ボロボロだった。入って右廊下の突き当たりに2階に、上がる階段があったので、とりあえず、2階に上がることにしたとき、後ろから B が全速で入ってきた。一瞬ビビったが俺たちは、どうした?って B に問いかけると、C の彼女が急に吐いたから、C は彼女を連れて車に戻った。一緒に戻ろうと。思ったけど、お前らにビビりとは思われたくない。からな、とビビった真顔で返してきた。まあ、全力で走ってきたから、実際は一人残されるのが怖かったんだろう。それで俺たち三人は2階に上がることにした。2階を探索してると、5つの客室と廊下ゼロが確認できた。雰囲気はあったが、そのまま中に入ることはせずに廊下ゼロ右の廊下の突き当たりにある。階段を上がって3階に行くことにしたのが、階段はパイプ椅子と机で埋め尽くされていて、上がることができないようになっていた。仕方ないから、各部屋を見て回ろうと、ことになった。まず、風呂とその斜め向かいの部屋を、見たのだが、何もなし、そして少し離れたとこにある隣り合わせ、の2部屋を見たが何もなし。何もないなぁ。とか言って、最後の部屋に入った。部屋は真ん中に大きな仕切り、キッチン、風呂と他の部屋の2倍ぐらいの、広さとなっていた。部屋に入るや、早速仕切りの、裏側に回った絵がいきなり、とつぶやいた。俺と B も、なんだ?と言って、A のとこに駆け寄って、A の目線の先を見て唖然とした。仕切りの裏には、おかっぱの少女のひび割れた A と、朽ち果てた菊の花が置かれていた。状況から、明らかにいたずらじゃなく、供養であるのがわかった。唖然と見つている俺たちの意識を、戻すかのように、部屋のドアが風もないのに、ゆっくりビート音を立てながら、しまった。俺たちは一瞬ポカーンしたが、束の間、3階へ上がる階段に積んであったパイプ椅子、や机が崩れるものすごい音が響いた。その音と同時に B が、やばいんじゃないか、やばいんじゃないか、と取り乱しだし、A は恐怖をかき消すような大きな声で、偶然だろ、廃墟だし、廃墟だし、とどなり出した。で、俺の目線は少し開いたトイレの隙間に、釘付けで声が出ない。俺は、隙間の目線と目が、合ってしまった。その瞬間、体温がぐーんと、下がるのを感じた。実際に下がったどうかはわからないが、とにかく寒気がすごかった。固まっている俺に気づいた A も、俺の目線の方向を向いて、ひぃ、と一瞬間高い声を、上げてフリーズ。B の、やばいんじゃないか、やばいんじゃないか、という声は聞こえているのだが、それがどんどん別の声に聞こえてきた。いや、だんだんと言っていることも声も、別人に変わっていく感じだ。やばいんじゃないか、いや、なんで、な。女の声で、なんで、なんで、ここ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 。と言っているように聞こえた。B の方を向きたいが怖くて、向けない。A も同じ様子だった。B の声は、ずっと、が続きっぱなし。長い時間に感じたが、実際は数秒だろう。その時、外からクラクションの音が、聞こえてきた。C が呼んでいるのは明らかにわかるが、俺は、怖くて動けない。そしたら A が急に俺に、動くな、待っとけ。と言って全速で走り出し、部屋を出ていた。
廃墟最終は数分後、A が戻ってきて、動けない俺と B に強烈なビンタをした。俺と B が我に返って、A と目を合わすと、3人で全速で部屋を出て車に向かった。A は走りながら、大変なことになっている。いいか、いいか、これからすぐに帰るからな。車に戻っても、何も言うな。いいか、と俺たちに息を切らしながら言った。車に戻った俺と B が見たものは、泣いている C の隣で、白目で泡を出しながら意味不明なことを、叫んでいる D だった。俺たちは無言で車に乗り込み、廃墟を後にして、A の家に帰った。A の家の着く頃には D が、いつの間にか眠っていた。後日談になるが、本当の最悪は、その翌日からだった。また明日、廃墟に坊さんと、行くことになってます。廃墟に関して、ここに書いたのは、廃墟に軽い気持ちで、行ってほしくないからです。我々のように最悪なことになる危険性があります。この書き込みは A と B と C の許可を得て、書きました。みんな我々のようになってほしくないとの、思いです。明日の夜、D とその両親も含めて坊さん、と廃墟に行きます。我々にとって、また C のためにも、そして、何より D が元に戻って欲しいからです。お祓い行ってきました。お祓いは14回目で私と A、B、C にとっては最後で、また元凶となった廃墟、正確には跡地、で最初で最後の、お祓いになりました。あとは D の回復を願うばかりです。後日談 1A の家について、とりあえず D をベッドに寝かせ、俺たちは床に雑魚眠した。怖いので電気はつけたままだった。どのぐらい寝たのかはわからないが、突然の B の、ひぃ、って叫び声にびっくりして目が覚めた。と同時に俺も、ああ、と叫んでしまった。ベッドの上に無表情に俺たちを見下ろす D が立っていたからだ。俺の声につられて起きた A、C も D を見て唖然としていたが、すぐに、C が、D ちゃん、大丈夫?と聞くと、突然、俺たちを睨みつけるような目つきになり、噛んだかいだみ声混じりで、首を上下に少し振りながら、ブブー、ブブー、一瞬止まって、ケケ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 、笑い声でもない、ケ、が全く止まらない。大きく横に不自然に開いた口からは唾が飛び出し、口端からはよだれが、それを見て C は泣き怒り声で、ふざんけなんよ、よ。また、止まらない C の、ケ、もそれなりに大きい声だったこともあり、隣人が壁を蹴って苦情、D は、け、が止まらない状態。け、は D です。お祓い。お祓いですね。すんません。後日談に結局、救急車を呼び、D の親には C が連絡した。二日後、C から D は入院することになった。明日、D の親に全員で会ってほしいとの連絡があった。翌日、D の親にいろいろと説明したが、親としては、当然で俺たちのことをとても許す様子はなく、D も悪いが、君らにも責任はある、回復しない限り、許さない、こっちから連絡してくるまでは、D への面会はしないでくれと、と言われた、夏休みが明けた。D も C も休学していた。10月に入って C が大学を辞めた。年末に C から連絡があった。D の親と C に付き添われ俺たちは、その日以来初めて D と会うことになった。後日談 3D の家に上がり、大広間に通された。真ん中の布団の上に D が座っていた。周りにはいくつもの赤い毛糸の玉や綺麗に隙間なく、青や赤や黒色で塗りつぶされた画用紙が散乱していた。D は赤い毛糸を握りしめながら、なんかブツブツつぶやいていた。俺たちは何も声が出せなかった。D の父が俺たちに泣きながら言った。もう、どうしようもないんだよ。俺たちは D を見つめたまま何も返せない。D の母は泣いていた。C も黙っていた。D の父が、おい、これ見ろ。って言って、C
写真を俺たちに渡した。後日第4写真は布団の上に座る D を写したものだが、カメラを睨みつける D と、写真全体に広がる、人の顔、正確には女性の輪郭が写っていた。2枚目の写真には D の体を覆うような赤黄色い光。3枚目の写真の D の顔は綺麗に半分に割れていた。後日談後写真を見て唖然としている俺たちに、D の父が言った。わかるよね、ね、俺たちはため息とともにうなずいた。D の父はさらに言った。お祓いしなくちゃいけない、D のためにも、君たちのためにも、お祓いわかるよね。俺たちの会話を D が赤い系統を握りしめたまま、睨んでいた、目があってとてもゾッとしたのを鮮明に覚えている。お祓いは年明けの4日にすることになった。帰り際、C が言った。毎日、夜中に部屋の中をぐるぐる歩き帰っているって D の親から聞かされた。明日、仕事あるので、今日はこれですみません。後日談の続きは明日一気にまとめます。もともと霊なんて信じてなかったけど、今でも自分の体験が理解できずにいる部分があります。これまでのお祓いの際に見た D の気候を見て、いわゆるテレビで見たことのあるものと、だいぶ違うなと思いました。本当に恐ろしいし、悲しくなるし。D の原因が霊なら、お坊さんのお祓いの効果で治ってほしい。と願ってます。ネットで見つけた怖い話。第2273話、障子の向こう。そいじゃ、俺の実体験を投下するよ。わら最初に断っておくけど、あんまり怖い話じゃない。それから、拙い文章失礼するぜ。俺が多分7歳か8歳の頃、夏休みに、ばあちゃんの家に泊まった日の話。その日の夜、俺は、ばあちゃんと一緒に仏壇がある部屋で寝てたんだけど、夜中、不意に目が覚めてしまった。喉も渇いてたんで水でも飲みに行こうかと布団から起き上がり、横の障子を見ると、なんか武士の兜みたいな影が障子の向こう映ってたわけ。ついでにその兜やろうにやみたいなものが何本か刺さってるのが影の形でわかった。その時は何なのかよくわからなかったし、あんまり怖いって感じもしなかったんだが、とりあえず、ばあちゃん、障子の向こうになんかいる。って言って、ばあちゃんを起こした。ばあちゃんが、別に何もいないよ。っていうもんだからもう一度あの兜野郎がいるところを確認したが、兜野郎はいなくなっていた。その後、ばあちゃん同伴で水飲んで小便して普通に寝た。わら次の日の朝、その兜がいたところを障子の反対側。わかりづらいかもしれんが、障子の後ろには窓という二重構造で窓の外にはちょっとした庭がある。から確認してみた。兜野郎を見た時は違和感を感じなかったのが不思議だった。だって、首の位置が明らかにおかしいもん。庭と窓の間には少し高低差があるのだが、兜が見えた位置は障子の一番下の方だったから。つまりあの兜は首だけしかなかった。文章力なさすぎてよくわからないとは思うが、これが俺の一番最初の奇妙な体験。わら。ネットで見つけた怖い話。第2274話、不思議な子供。中学生の頃の林間学校の話を一つ。冒険をしに行くことになり、林間学校での校庭を終え最後に肝試しをすることになっていた。私のクラスは4人1組9班プラス担任の教師に分かれた滞在先の旅館から少し離れた山林を軽く一周してから下山してくるというような内容だった。コース中腹付近の広場には絵に何があるというわけではないのだけれど、廃棄された鉄骨と丸石というのかな。ドラえもんに出てくるような下2段上1段に積まれた細長い形のものが置いてあった。すでに4班が先行し、私たちの順番が回ってきたので、サクサクと順路を進めて先に上げた広場までやってきた。すると生徒 A が、なんかいる、
石のところ。とつぶやいたのでその先に目を向けると丸石の上に白っぽい服を着た男の子とも女の子とも言えない顔立ちの子供が立ち、こちらを見つめていた。それを見た生徒 BC は、け、と声を上げた。がえにどうするということもなくその場を立ち去った。終始その幼児はこちらを見ていたが、私は、不思議と怖いといった感情などは湧いてこなかった。広場を抜けそそくさと旅館へ戻ると、なぜか広間が騒がしかった。原因は女子生徒の半数が大なり小なり声を上げ泣いていた。私は、すぐにあのことだとわかったが、あえて担任教師に事情を尋ねてみたところ、山中でほとんどの生徒が不思議な子供を見た、とのことだった。ああやっぱり、といやに冷静に感じていた自分を覚えてる。翌朝朝食を終えてクラスごとに集合写真を撮り、何事もなく林間学校を終えた。話はここまで。つい最近卒業アルバムを見ていてこの話を思い出して投稿したんだけど、投稿にまで至った理由はそれだけじゃない。肝試しの翌朝に撮ったクラスでの集合写真なんだけど、担任教師1名を含め38人写ってた。ネットで見つけた怖い話。第2275話、神社の噂。俺の地域の噂なんだが、こんな神社があるらしい。なんでも自殺者の霊が集まるとかで、境内には赤い椅子と、向かい合った大きな鏡が祀ってあるらしく、一晩中その椅子に座って鏡の前で願掛けをすれば、その願いが叶うそうだ。ただ、ルールがあって夜が明けるまで決して後ろを振り向いてはいけないらしい。願掛けの間、鏡に映る自分の背後には自殺者の霊が映り込み、耳元でこっち向けよと囁いたり、首を絞めようとして必死に後ろを向かせようとするらしい。そして耐えられずに、後ろを向いてしまうと、その自殺者の霊に取り憑かれてしまうらしい。取り憑かれた奴が神社の階段を降りる途中、階段には無数の青白い顔が浮かんで、羨ましそうに取り憑かれた奴の背後を見ているそうだ。あくまでも噂だが、実際その神社には鏡と椅子が祀ってある。今日のオカルトスレ。こんな時間、こんな場所、になぜいるの？夜中に公園で遊ぶ幼稚園児、山の中で出会った制服姿の女子高生など、その時間や場所に不釣り合いな人物を目撃してビビった経験ありませんか？リンク。働き盛りの俺が毎日家にいるんだけど、今の世の中不釣り合いじゃないね、わら。田舎ではよくあることなのかもしれませんが、先日、夜中に某峠を車で走行中に髪の毛がびっしょり濡れた、中学生か高校生くらいの女の子と遭遇しました。周りに民家はなくて最初は幽霊かとも思いましたが、普通に歩いていました。少なくとも前後2キロ以上は街道沿いに民家はなかった。声かけようとも思いましたが怪しいものと思われるのも嫌だし、連れもいたのでやめました。なんか雰囲気的には路上りの散歩って感じだったけど、場所が場所なのでビビりました。田舎じゃ普通なのかな？うちは小学校のグラウンドが目の前だけど、夜中の2時、朝の4時に小学校のブランコに乗る人がいる。しかも必ず冬だから、暗くて音だけしかしない。風で揺れてるんじゃなくて？ぜひ今晩にでも突撃レポしてください。最近はブランコの音がしないから、今日もしてない。ほぼ冬限定なんだよね。風じゃなくて、しっかり漕いでるんで、何度か外に出てみるんだけど、暗くて見えないんだよね。カップルとかたまにいるけど、それと違って、話し声がするわけでもなく、ブランコの音も一つしか聞こえないし、いつか実況できるといいと思ってる。冬限定ってのも不気味ですね。音だけっていうのが余計に、
人でもそんな時間では不気味だし人でないなら。以前車の教習所に通っていた時、キャンセル待ちチケットを取るために、午前3時くらいに家を出ていたんだけど、途中の国道付近にほぼ毎日変なおばあさんが歩いていた。浴衣のような着物を着て、まだらな白髪頭はボサボサ。手にはなぜか、子供の上路を持っている。徘徊老人かもしれないとその時は思っていた。12時過ぎに36線ドライブしてたら、当たり真っ暗。40代男の人が明かりも持たずに暗闇歩いてた。怖かった。真っ暗なのに40変わってわかるお前が怖い。山歩きが趣味だから、道がない、人が入らない、どっちかって言えば、山菜取りに行くような山に行くのよ。だから不思議なものもたまに見るよ。例えば、真っ白いカモシカとか、大人くらいの大きさのワシとか。でもさ、一番びっくりしたのは、あれだな、家族連れに会ったこと。ありえない山奥で。平日の昼過ぎだけど、その日は、宮城県と山形、秋田三県の県境を歩いてた。でっかいブナがたくさん湧いてる森だから、暗い割には歩きやすい森。にしたって、道があるわけじゃないから、山菜採りの地元の人か。俺みたいな GPS 持ったよそ者しかいるはずのない場所。んで、小さな尾根を歩いてたら、尾根の下を流れてる小さな沢の、ヘリに人が立ってるのが見えた。あ、渓流釣りか。って最初は思ったよ。でも、すぐに、ん？ってなった。一人じゃなくて4人で川っぷちに立ってたのね。距離にして100メートル以上あったから、はっきりとはわからなかったけど。それでも、人が4人なのはわかった。しかも2人は子供みたいだった。最初に思いついたのは、自殺、一家心中かと思ったよ。にしても、こんなとこ来る意味がない。つうか子供の足じゃ無理。少し気は引けたけど、手持ちの双眼鏡で覗いてみた。4人は俺に背を向けて立っている。2人はやっぱり子供だ。残りの2人は大人の男と女。顔が見たくて、しばらく覗いていたけど、全然動かない。誰かのいたずらで、マネキンが立ってるんじゃ。って思うくらいだったよ、OH。マイキーみたいに。でね、俺は、さ、そこに行ってみることにしたのよ。だって、最初に書いたけど、一家心中の可能性だってあるしさ。そんなんなら、止めなきゃって思ったのよ。で、そっと近づいた。気づかれて、逃げられたり、最悪川に飛び込まれても、たまんないし。でね、気づかれてずに、すぐ近くまで行ったら、わかったんだ。本当にマネキンだった。大人のマネキンみたいと子供のマネキンみたいに服を着せて、そこに立たせてあったんだ。もう、呆れるのと同時な寒くなった。これやったやつがいるわけで。そいつは絶対まともじゃないでしょ？人形の正面に回り込むと、それぞれのマネキンにはペンキで名前が書かれてた。で小さな穴がたくさん開いてた。散弾銃で撃った後みたいに。極めつけは、子供のマネキンの額にはカッターの刃が刺さってたんだ。俺ほんとおっかなくてさ、すぐに下山したよ。雪が降った晩に散歩も兼ねて河原に行ったんよ。普段は夜中にそんなところ行かないんだが。うちは関東なんで雪は珍しくてさ。それで川沿いの堤防の上まで来て河川敷を見下ろしたら誰か先客がいるわけさ。いつもなら真っ暗な河原も積もった雪ですごく明るいの。だからそいつが真っ白な河川敷を走り回ってるのがわかる。向こうはこっちに気がついてなくてどんどん近づいてくと、
高校生くらいの女の子だった。周りには民家なんて全然ないし、どこから来たのかわからんけど、いくら雪が嬉しくてもこんな人気がない場所によく来るもんだと思った。それに河川敷をぐるぐると走り回ってる意味もわからんし、なんか不気味だったんで帰りました。まだあるよ。いとこのおじさんに聞いた話。おじさんのワゴン車に乗って友人と出かけたらしい。帰り、山道を走ってるとお墓があった。小さな墓場の真ん中になぜか乗用車が一台止まってた。みんな気づいてたけど誰も口にしなかった。でもその乗用車の中をよく見ると顔がいっぱいあってこちらを見てる。凍りついた瞬間、思えばお墓の中に車が入れるわけがなく、あんなにたくさんの人が車に乗れるわけがない。都内なんだけど普通の国道で深夜にヒッチハイクしてる小学生高学年くらいの女の子3人組を見たことある。別にヤンキーでもラルでもない普通の子たち。乗せようか迷ったけどトラブルになりそうなのでやめた。なんだったんだろう。あるタクシー運転手が〇〇〇、地名、を通りかかると、三人の若い女の子たちが手を挙げて立っていた。お客さん、だ、とすぐに車を寄せ、女の子たちを乗せたそうです。どちらまで、と聞くと、女の子のうちの一人がお腹が痛いと言っているので、近くの病院まで、連れて行ってほしいとのこと。見ると、痛がっている女の子はかなり顔色が悪いく、苦しそうである。運転手は、それは大変だ、と、とりあえずここから近くにある、県内でも有名な T 病院に向かうことにした。病院に着くと、女の子たちは、私は、この子、腹痛で苦しんでいる女の子、野川に付き添っていたいので、すみませんが、病院の人を呼びに行ってもらえませんか?と、運転手にお願いしたそうです。運転手は引き受け、タクシーを降りて病院の受付に向かいました。そこで看護婦さんに事情を話し、タクシーの中にいる子の様子を見てほしいことを、伝えました。看護婦さんは承諾し、運転手さんを受付に残し駐車場へ。しばらくして看護婦さんは青ざめた顔で戻ってきました。あなたはなぜこんなことをするのですか?看護婦さんは言いました。運転手さんにはその言葉の意味がわかりません。なぜこんなことをするのですか?再び看護婦さんは言いました。どうしてあなたは車に死体を乗せているのですか?看護婦さんが言うには、2.3 日前この付近でドライブ中の女子大生が乗った車が事故を起こし、この病院に運び込まれたのだけれど、全員亡くなってしまったそうです。そしてその遺体は今霊安室に置かれているのだそうです。が、タクシーの運転手さんが車に乗せているのは紛れもなく、その子たちの遺体。あなたはうちの病院から死体を運んでどうするつもりですか?看護婦さんに問いただされても、運転手が乗せた時は彼女たちは、生きているようにしか見えなかったそうです。ちなみに事故があった場所は運転手が女の子を拾った場所であるのは、言うまでもありません。一体彼女たちは何がしたかったのでしょうか?いつもの、目的地着いたら消えてました。寝たかと思ってたのに。小説家の北森生が書いてたけど、人里離れた場所にいると、幽霊とかはあんまり怖くない。というか現実感がない。逆にごく普通の人間がひょっこり現れてドアをノックしてきたり、することを考えるとものすごく怖いらしい。
自分も夜遅くに人里離れた国道をとぼとぼ歩いている時とか。霊も怖いっちゃ怖いんだけど、いきなり後ろから普通の人に声かけられたら、心臓止まるだろうな、とか思うことある。すれたいにもあるようなミスマッチの恐怖ね。そら山奥にいたら、実際にいるかどうかではなく、不思議なものがいそうな感覚は常につきまとうから慣れるよな。その気持ちはわかる。自分も今は町に戻ったが、放浪生活の途中に2年間くらいいた田舎がそうだった。タクシーに乗る幽霊という話はたくさんありますが、私の友達が経験したのは、それとは一風変わった、実に不思議な話です。僕の友達の青木くんと上山くんが大学生の頃というから、もう20年ほど前のことです。青木くんと上山君は、新車の鳴らしのため箱根ターンパイクにドライブに行きました。箱根ターンパイクは天候が不安定で、よく霧が発生して視界が1メートル先も、見えなくなることがあります。やはりその時も、濃い霧のため徐行しながら、ノロノロと車を進めていました。ちょっと前まで晴れ渡っていたのに急に濃い霧が、山道を覆ったのです。まるで異次元の中をさまよっている感じだったそうです。行き交う車が霧の中からにゅっと出てきて危険なので、歩くような速度で走っていました。やがて山の峠に差し掛かる頃、車の先に歩いている人影が見えました。霧の中なのではっきりとはわからなかったのですが、どうやら白い服の女の人と、小さい男の子のようでした。はじめは危ないなぁと思いましたが、なんでこんな車しか通らないようなところを歩いているんだろうと不思議に感じたそうです。やがて車が歩いている親子らしい二人を追い越そうとした時です。二人は歩みを止めこちらに振り向きました。そして道の端に立ち、すり抜けようとする車を、覗き込みました。二人とも無表情でした。助手席に乗っていた青木君は、ヒッチハイクでもするんだろうと思い、上山くんに車を止めてやるように言いましたが、彼は少しスピードを上げて二人から遠ざかってしまいました。なんでそんなことをするんだ、白状じゃないか、とたしなめると、上山君は、何か嫌な感じがしたからだと言ったそうです。その時の話はこれでおしまいです。それから1年ほど経って、二人はその車で北海道に行きました。函館にカーフェリーで渡り、宿を取りました。夜になって明日の目的地の計画を練るために、上山君は、旅館の駐車場に置いてある車まで地図を取りに行きました。しばらくして上山くんが部屋に帰ってきました。しかし彼は地図を持っていませんでした。それどころか表情は青ざめ、歯の根が合わないほどガチガチと震えていたそうです。一体どうしたんだ？と問うと、すぐに明日車を置いて東京に帰ると言い出す始末です。そして酒を浴びるようにくらい、寝てしまいました。青木君は、何があったか。わからないまま寝ることになりました。次の朝、上山君は、車から荷物を下ろすと宿にしばらく車を預かってもらうように、言って本当に東京に帰ってしまったのです。青木君は、仕方がないので一人で旅を続けたそうです。一体何があったのか、青木君は、ほとぼりが冷めた頃上山くんに聞いてみました。地図を取りに行った車には、1年前に箱根ターンパイクの峠であった親子が、リアシートに並んで座って彼を無表情に見つめていたそうです。数年前に、元スコアゼで朝釣りのために、キャンプをしていた時のこと。夜中の滝下中に、助けてー誰かー。と女性の声が湖の方で聞こえてきて、
措置。ラニメをやると女性が溺れていた。びっくりしたと同時に、助けなきゃと思い立ち上がったら、連れが、お前何する気だよ、って引き留めるから、助けなきゃ、と言い返したら、お前、ちょっと冷静になってよく見てみろ、ここから離れて、いて真っ暗なのになんで顔がはっきり見えているんだよ、というもんだから改めて見てみた。そうしたら、水の中でバシャバシャもがくこともやめて、じっとこちらを見ていた。足が立つ場所じゃないのに。確かに暗闇のはずなのに、顔の造作まではっきりわかる。白く光っているというか。滝日は海日だったから、こちらの光が届くわけもなし。んで、ぞーっとしているまでもなく、即刻撤収。そちらを見ないようにして作業したんだけど、視線をずっと感じていた。普通に怖いんですけど。怖い話のポイントってその文章からその場面がイメージできることなんだろうね。怖い。これきついな。早朝に硬い中の一本道で作業着のおっさんが同じ格好のおっさん背負ってるのは見たことある。訓練とかそんな感じじゃなかった。それが僕見いたからさすがに気味悪かった。背負ってる人たちが僕見いたってこと？なんじゃそりゃ。できればもう少し詳しくお願いします。背負ってるのが僕見で10人。全員青いつなぎ。みたいな作業着っぽいの着てた。道は店とかはないけど民家がちらほらあるような感じ。ジブリのトトロみたいなイメージでオッケー。アトロから車で追い越した時にあれ？ってなったけど止まって確認するのも変かなーでそのまま行った。真ん中のやつが少し大きくて僕見って数えやすかった。以前彼氏とドライブしてた時。まるまる5分この先2キロメートル。という大きい看板が道路脇に立っていて、古墳の名前は忘れた。二人とも遺跡や古墳が大好きなので、寄ってみることにした。駐車場に着くと休日だというのに他の車の姿はなし、田舎のマイナーな遺跡だし、たまに小学生が社会科見学で訪れるくらいなんだろう。駐車場の隣に古墳の研究センターみたいな建物があって、その奥の森の中に、古墳があった。その古墳の脇の開けた場所に車が一台止まってた。こんなところになぜ？と思い。よく見ると運転席に中年男性が座っている古墳を見に来たのならなぜ車の中で、閉じこもっているんだろう。ちょっと不審に感じたが、連れが辺りを散策していて、それを車の中で待っているんだろうと考え、車の横を通り過ぎて奥にある横穴を、目指して二人で歩いていった。横穴を見て、元の道を引き返すとさっきの車のところに戻ってきた。男性は、まだ中に、いる様子。私も彼氏もさすがに気味が悪くなってきた。連れを待ってるのかと思って、いたが、奥の横穴にも古墳の周囲にも自分たち以外の観光客の姿はなかった。あの人、大丈夫かな？と私が言うのと、帰ろう。と彼氏が言ったのはほぼ同時だった。そのまま車の横を足早に通り過ぎて、古墳を後にした。車内でさっきの男性の話を。したかったけど彼氏が怖がりなので、やめた。あの人はあそこで何をしてたんだろう。まさかその後練炭で、自分の押し入れに自分がいた。69。何が起こった？わら。なんか見た話？があった。私の家の廊下の突き当たりが袋小路になっていたのを定年になったばかりで暇。表余している父が、スペースがもったいないので物置にする。と言い出して、一人で工事し始めました。
何かに取り憑かれたように父は作業をしわずか一日で上下二段で扉付きの物入。出ができました。翌日家に帰るといるはずの父が見当たらなく、また物入れの作業中かと思い。廊下へ出てみると物入れの扉には新たに南京錠が取り付けてありました。結局その父は帰ってこず翌日の晩になりました。不安になった母に物入れの鍵を壊して中を見てくれとせがまれ、私も父が鍵をつけてまでしまい込んだもの。ガキになり丁寧に南京錠の飼っている金具ごと取り外しました。中にはうすら笑いでうつろな目をしている父が体育座りでこちらを向いてました。なぜ外から鍵が飼っていたのか、なぜ父が中にいたのか、残念ながらその日以来、ボケてしまった父から答えを聞くことができてません。今日も父は物入れの下段に入り込んで楽しそうに宙を見ながら笑っています。3歳の頃の話。野球観戦してる時に親父に連れられドーム内にあるトイレに行った。男子トイレに5歳くらいの女の子が鏡の前で下を向きながら立っていた。その時は特に何も思わなかったが、しばらく時間が経ってからまた尿意を催して同じトイレに行くと、同じ場所に女の子が立っていた。あれは何だったんだ。お前こっち向かれないでよかったな。75? ずっとうつむいてた。当時は何とも思わなかったが、今考えると怖い。山梨にある山に登山に行った時の話なんだが、ネイビーシールズみたいなの見かけた。まさしくチャックノリスみたいな感じで、顔も迷彩に塗ってたが外人だとわかった。目の大きさと背格好で日本人ではない。かなり大きい武器持ってた狙撃銃かなんかだと思うが、しっかり目があったからな、すごく怖かったよ。こん感じでした。本物だったんじゃない?訓練で装備背負って登っていることがあるそうだよ。さすがに武装はしてないと思うけど、武器に見立てた重り加速定器器とかかも。武装してたら人前になんて出てこないだろうし。夜中ドライブ行ったら道の途中に電話ボックスでタウンページ開いてた女がいた。優しい知人はその女が交通手段がなく何か探してんのかと思って、家に届けてやったんだけど、届けた帰り道に同じボックスで同じ女がタウンページまた開いて、こっち見て不気味な微笑みをしてた。いいね、普通に怖い。仕事中、会社の更衣室に行ったら別の部署の先輩が、へたり込んでいた。見ると、開けっぱなしたロッカー。一人用、すごく狭い。に。きっちりと体を折りたたんで、もう一人の先輩がはまり込んでいた。扉を開けたらその状態だったらしい。すごく異様な状態で、私も悲鳴を上げそうになったが、なんだか刺激してしまっては激しくやばいような気がして。結局言葉にできたのは、何してるんですか?という至極真っ当でのどかな質問だけ。その状態のまま、すごく冷静に、ヨガの瞑想よ、と返されたが、なんだって他人のロッカーでそんなことをしなきゃならないのか。不明、彼女がため息をついて立ち去った後、しばらくへたり込んだ。先輩と二人、言葉もなかった。はまり込んでた先輩は、その後、すぐ退職したが、結局何だったのか。未だにわからない。仕事も丁寧で、常識的な、全然危険っぽくない。人だっただけに今でも更衣室に行くとその時のことを思い出して、鼓動が速くなる。怖いな。扉を開けた人の気持ちを考えると怖すぎる。でもホラー映画でロッカーに隠れるってのは定番だよね。普通に驚かせようとしたんじゃね?ではおいらも一つ。学生時代に友達三人と車で肝試しに行ったんですよ。
目的地は山の中にある火葬場。今風の近代的な建物ではなくて高い煙突がある昔のタイプなんだけど、当時はちゃんと稼働してました。夜中の1時くらいに現地に着いたんですが、もちろん中には入れません。門のところでガヤガヤやっていると一人の友人がぼそっと、あれ何？そっちを見ても異常なかったので、またまたアビビらせようとして、なんて笑ってたんですが、友人の顔はこわばったままでした。もう一度、暗闇をよく見ると20〜30メートル離れた建物の脇にも服を着た男性が立っていました。それを3人で確認した瞬間に速攻で逃げ帰りました。帰りの車中ではいろいろな意見を出して今、見た光景を納得させようとしていました。結局、火葬場でお通夜をしていた人が付き添っていたのではないかということに落ち着きましたが、後日に家族に聞いてみたところ、あそこは本当に火葬する施設だけで最上の機能はないとのことでした。未だにあの人物が何だったのかわかりません。現在はその火葬場も近代的になっており、隣接して綺麗な斎場もできております。そんじゃつまらんけど、自分の体験した話を。当時、免許取り立ての自分は友人と地元で有名な心霊スポット駅も試しに行くために山道を走ってた。だいたい夜中の1時くらいかな、山道を歩いてる人がいてさ。すれ違うとき、後ろ姿は中年のおっさんの感じだったんだが、なぜかバックミラーでその中年を見ることができなかった。で、友人とこんな時間に散歩か？と話してたんだが、よく考えてみたら民家なんか数十キロ先にしかないし、しかも山道の先にはため池があるだけ。まして野外灯もない車のライトを消せば漆黒の闇で何も見えない。そんな中、そのすれ違った中年はライトも何も持ってなかったと思うと急に寒気がしてそのまま別の道を通って帰ってしまったなぁ。あの時、バックミラーで顔を確認してたら、そういう話はよく聞くけど、ただの通行人なんだよね。月が出てればライトなくても見えるし、虫取りでもしてたんじゃないの。ひときと日差しを嫌って真夜中に散歩することもある。まあ確かにこれは少数派だろうけど、いや、田舎の年寄りの朝は早いぞ。シーズンだと午前3時頃にはすでに山道に分け入って。山菜取りだのなんだと繰り出すからな。そうじゃなくても、早寝して夜中に目が覚めたからといって。朝まで延々と目的もなく、長距離の散歩とかしている人も、いるしな。残業して帰るときに、山道を通ってショートカットすると、そういう集団や個人によく出会う。若い奴が帰省している今自分なんかは、そういう老人に、孫や子供が付き添っていたりするし、事情を知らなかった頃は、マジでガクブルものだった。わかるし、詳しく表現しなかった俺も悪いんだが、午前3時あたり以降だったら、かえって、それらのように、早出に対応した行動開始なんだなぁと安心できるが、1時半2時半の、早出、とは考えにくい時間だと、怖いんだよ。ちょっとの違いのように思うけど、深夜のことだから、その差は想像するより随分大きい。こないだは徒歩で帰宅中、2時近くに、自転車の空気を入れている腰の曲がったおばあさんがいた。鉄道の高架沿いの道の、高架側のフェンスで。例えばこれがどこかの家の玄関扉のすぐ前でやっていても、十分怖いが、そのおばあさんは鉄道の高架沿いの道路の、高架下側のフェンスのところでやっていて、まあ自転車が、よく止められている場所ではあるんだけど、それらの環境が、余計に非日常を演出していて怖いのなんの。顔は、よく見えなかったです。それは本当におばあさんだったんだろうか。それは本当に自転車に空気を入れていたんだろうか。
深夜の高架下って怖いよね。何が出てきても違和感ない感じ。じゃあここで俺も一つ。昔、夜中に道路に面した神社の前を通った時に、何気なく境内の方を見ると白い人影が、普段なら確実にスルーする怖がりの俺だが、その時はなぜか境内に向かった。恐る恐る物陰から覗くとやっぱりいる。白い着物を着た女の人、20代後半から30代前半くらい、が、人間ってマジでビビると本当に足がガクガクするのね、わら。逃げようと思ったがなぜか動けず女性を擁し。あれ？でもなんか変、女の人はーはー言ってるし、なんか血色いいよ。これはひょっとして、お百度参り、ってやつ？初めて見ました。裸足ですごく真剣にやってました。あまりの気迫にしばらく見ていたくらいです。その夜はあの女性をそこまでさせるのは何だろう？という考えが消えずよく眠れませんでした。つまらなくてすみません。でもマジでビビったんです。そういえば、牛の国参りの目撃談は読んだことあるけど、お百度参りはあまり読んだことない。確か、お百度参りも行為を人に見られると成就しなくなってしまうのでは。ブルブル。お百度参りは見られても OK。切れた。ええ。要するに神様に自分の願いを優先的に聞いてほしいから、100回参って神様の目についてもらおうってこと。牛の国参りももともとは他人がいないなら神様の目につきやすいだろうってことで。人が寝静まった時間に参ったのが始まり。いつの間にかわら人形を使う呪術と混ざっちゃってますけどね。人ではなくて物でもいいのかな？友達と真冬に肝試ししに廃病院に行って、ある個室に忍び込んだら、なぜか扇風機が一台回っていた。わけもわからず怖くなって友達と猛ダッシュして逃げた。こえこれは新しいパターンだ、わら。うむ、要すれ、あげないよ。スーパーでバイトしてるけど、深夜になっても小さい子供を見る。なんで子供がこんな時間に来てんだ、親どうにかしろよ。手の忘れ地ですね、すみません。コンビニで夜勤やってると、この時間帯でも普通に中学生が集団で来るんだもんな。親は何も言わないのかね。未成年って夜中で歩いちゃいけないって条例があったような。条例は地方自治体単位で制定するものだから、対象地域に未成年が夜で歩いてはいけない。という条例がなければ罰則はないんじゃねえの？まあそうなんだけどさ、普通の親なら夜中遊び歩いてたら注意しないか？って言いたかった。何食わぬ顔でタバコや酒買おうとする嫉妬すれ違いな話題すみませんでした ORZ。小さい時ご近所さんが引っ越して空き家になった。ずいぶん長い間誰も入り手がなかった。ある日不動産屋が窓の鍵をかけ忘れたらしく、そこから侵入してみんなで探検した。何の変哲もないただの一戸建て、ガランとした空き家。でもなぜか2階の一室を覗くとおばあさんが向こう向いて正座してた。気づかれると怒られると思ってみんなでそっと逃げた。ドキドキしたけど、なんであんなところで一人で座っていたのだろう？あれって、10年以上前ニュースで見たんだけど、山菜採りか何かに行って道に迷い、何日も経ってから生還した人が、何日目か忘れたけど山の中で女性に出会った。って言ってたな。あまりにも普通の格好だったんで絶対キツネだと思って話しかけなかったら、目の前を普通に通り過ぎていったんだってさ。山奥で普通にサラリーマンの格好した人に会ったって話もあったな。17年前の深夜2時頃、中国自動車道を自転車をしながら、歩いてる小学生の男の子がいた。トラックがガンガン、
走ってた市民かなんか全見えない山奥だったのに。中国自動車道の山間部はほんと真っ暗だから。明かりのある高速を利用したのかね。しかしドライバーはびっくりするよな。数年前に不幸が続いて心が散打せいで、一時、幽霊とか。そういう関係が怖くもなくともなくなった時期があった。当然、夜の墓場なんか全然気にならないんで、月命日の。墓参りや、定期的にしていた墓掃除を、休日にやるのは面倒。なんで、仕事帰りの午前様近い時間帯に済ませていた。そんな時間帯にそんなところをうろちょろしているのは俺だけ。だろうと思っていたんだが、これが結構いろんな人に出会うことが、あった。俺と同じように掃除をしている人や、お供えをちょろまかしている人。深夜なのに大声で度胸している人、散歩なのかなんなのか。雨の中、傘もささずに歩いている女の人、墓に向かって延々話しかけて、いる人とか。当時は結構、みんな暇なんだなと普通にスルーしていたが、人並みの、感覚を取り戻した今になってみると、実はやばいものも見ていたのかも試験とか思う。うちの目の前が寺付きのでかい墓地。ベランダから全体を見渡せる。なんだが深夜に人見たことないぞ。お前さんやっぱやばいもん見てたんじゃね。心が散んでいたことで、この世ならぬものと波長が合ってたのかもね。もしくはその楽か。6年前の夏に千葉のボーダムへ釣りに行った時のこと。予想より早く着いてしまい真っ暗だったので明るくなるまでしばらく車の中でぼーっとしていた。椅子を倒してぼーっと考え事しながら天井を見ていたと思う。しばらくして車の外で小さい子供の笑い声がした。こんな時間にこの場所でありえないと思い恐る恐る体を上げて窓の外を見た瞬間。多分5歳くらいの子供が覗き込んでいて俺は。驚きのあまり車内ですくんでしまった。暗かったから性別や服装はわからないが髪は短い感じがした。やばい。と思いエンジンをかけ別の釣り場に逃げたのは言うまでもない。でも冷静に考えれば家族連れが釣りに来ていて眠くない子供がはしゃいでただけだと思う。だが当時はビビりすぎた。ある公園のベンチに毎朝決まって一人の女が通りに背中を向ける形で座っていた。女はどんな悪天候の日にも公園のベンチに座ることを欠かさない。雨が降っても傘もささず、レインコートもまとっていない。顔を見たことはないが、まだ若い女のようで、着ているものも高価そうだが、相当ひどい雨に濡れても平気らしい。女に誰かが近寄ったり、話しかけたりする光景は見たことがない。そして、帰宅するときには、ベンチから女の姿はなくなっていた。やがて季節は変わり、木枯らしが吹き抜けるようになっても、相変わらず女は早朝のベンチに座っている。服装も大して変わっていない。そんな女を横目で見ながら一人のサラリーマンが通りを歩いていると。彼が首に巻いていたマフラーが突風にもぎ取られて、公園の中に入り、女のすぐそばへ落下した。その女がちょっと普通でないことを知っている彼は、素早くマフラーを拾って、さっさとその場を離れるつもりでいた。しかし、この時ちらりと視線を女の方へと走らせてしまった。彼は腰が抜けそうになった。その女には顔がなかったのだ。その顔面は刃物でえぐられて黒い穴とかしていた。そこにあるのは顔の残骸でしかなかった。しかし、絶叫しそうになった彼は、もう一度女をよく見てみた。全くよくできていたが、それは惨殺したいでもなんでもなく、顔の部分をえぐられたマネキン人形だったのだ。
長い間奇妙な女だと思っていたのはただの作り物であったと知って彼はあっけに取られた。しかし、公園から出ていく際に振り返ると、そこにいるのが人形だとわかっても、相変わらず本当の女に見えたという。今にも身動きしそうな生身の女に、そのマネキンの設置と撤去を繰り返しているのか誰かが気になるところだね。何でもいいから書き込んでよ。オカルトでもないけれど、書くよ。10年前に私鉄沿線の賃貸マンションを借りた時の話なんだが。築5年、間取り 3LDK、駅から徒歩5分で月の家賃3万5千円。敷金1ヶ月、礼金なしというありえない条件の物件を借りた。あまりの賃料の安さだったので契約時、不動産屋に確認したのだが、ぶっこの物件ではないので安心してほしいと言われた。引っ越してから、2ヶ月は何事もなかったのだけれど、突然、嫁が、昨日、夜更けに玄関をノックされた。と言い出した。冗談はしてよ、と最初は取り合わなかった。しかし、深夜の訪問者のノックが不規則に続くようになり、嫁が、もう引っ越しましょう、と言い出したので、仕事が休みの前夜から。船番をしたが、最初の2回は空振りに終わってしまった。そして、3回目の船番をしたとき、ついに深夜の訪問者がやってきた。非常に弱々しい感じのノックだったが、しつこく何回も叩いているようだった。玄関に行くと子供の泣き声がかすかに聞こる。ドアスコープから覗くと誰もいない、出た。と思ってビビったのだが、もう一度、ドアスコープから覗くと何かが動いた。恐る恐るドアチェーンをしたままドアを開くと、ピンクのパジャマを着て、ぬいぐるみを抱いた3歳くらいの幼女が裸足で泣きじゃくっていた。鈴木。どうしたの？と声をかけると、幼女は泣きじゃくりながら、ママがいないの、ママがいないの、と答えるだけで拉致が開かない。とりあえず、部屋に入れて事情を聞くことにした。お名前は？あやちゃん。お年はいくつ？指を3本立てて3歳だと指し示してくれた。どこから来たの？あっち。あとは部屋をキョロキョロ見回すだけだった。嫁にお湯で温めたタオルで足を拭いてもらい、温めた牛乳を飲ませてもらっている。マニ駅前の交番に電話して女児の保護をお願いした。しばらくしておまわりさんが自転車で到着、女児が裸足だったので、抱っこして。おまわりさんと一緒に駅前の交番へ行った。交番について5分もしないうちに無線で捜索願いが出ているとおまわりさんが教えてくれた。やれやれと思って帰宅しようとすると、女児がむずかり出したので、母親が到着するまで一緒に待つことにしたのだ。10分くらい待っただろうか。パトカーが到着した。何か交番の外が騒々しいと思ったら、パトカーに乗せられてきた女が、おまわりさんに羽がいじめにされて、離せ、バカ野郎、とわめき散らしながら、交番に入ってきた、鈴木。その女は女児を見るなり、羽がいじめにしたおまわりさんを突き飛ばし、あや、三角形や。女児は火がついたように泣き出し、さらには俺にまで意味不明な言葉を吐きながら、襲いかかってきた。再びおまわりさんに羽がいじめにされて観念したのか、ようやく女がおとなしくなった。いたたまれなくなって、交番を後にした。それ以降、夜の訪問者は来なくなった。後日談として、このマンションの賃貸契約を更新した際に不動産屋に、冗談めかしで、
幽霊出たぞ。と言ってみたら、不動産屋はしぶしぶ、低家賃や破格の、契約条件の理由を白状した。それは、1、新築当初、暴力団員風の男が店子として入居していた。2、この男が無許可で雀荘を開いて近所近隣から文句が出ていた。3、文句を言いに来た近所の住人をこの男が脅かした。4、この雀荘に来ていた客同士のトラブルで刀傷沙汰があった。5、一年だけこの不動産屋の社員が借りたが、夜の訪問者が後を絶たないので解約した。以降、店子がなかなか見つからなくて塩漬けになっていたとのこと。まあ、強いて言うなら、女児の母親がオカルトチックだったかな。やっぱり異様に家賃が安い部屋はやばいんだな。俺の友達にも男なのに業者に紹介された女性専用マンションに住んでるのが、いるんだけど、引っ越しさせた方がいいのかな？家賃が他の部屋より3万近く安い。俺も大雨の夜中午前3時頃に変なのを見たことがある。友達と峠道をドライブしてたんだが、白いワンピース着た女の人が自転車で下向いて走ってた。うわ、何あれ、貞子じゃね？とかその時は友達と冗談言いながら追い越していったけど、考えてみれば土砂降りの中、傘もカッパも使わず、荷物も持たずに女の人がこんな時間に自転車で山道走ってるっておかしすぎだろ。って話になってから怖くなってきて速攻山を離れた。ホラーじゃベタなパターンだけど、ガチでこんな体験するとは思わなかった。まあ、あれが幽霊なのかただの気違いなのかはわからんけど。最近は来なくなったみたいだけど、夕方夜にかけてうちのマンションの廊下に、小学校中学年くらいの男の子が来る。だいたいピンポンをしたりうろうろするくらいで、たまに規制を上げる。俺が遭遇したのは一回だけど家族の話では何回か来てるらしい。俺が見たとき、ドアホンのモニターで、はなぜか上半身裸。ひょっとしたら落体かと思ったけど受縁の男の子っぽくて怖くて放置した。ちなみにうちはマンションの9階で他の部屋に子供はいない。オートロックじゃないから誰でも来れるんだけど。意味がわからん。俺の実家、札幌、の前の道はすごく狭くて、冬に雪が積もるとほとんど一車線ぐらいになるんだけどさ。7、8年くらい前の冬、夜中の2時くらいにテスト勉強をしてたら、霊柩車がゆっくり走ってくのを見た。夜になると薄暗いし、そんな狭い道を通らなくてもすぐ近くにもっと広い道あるし、そもそもあんな時間に霊柩車って走るのか？今でも何だったのかわからない。中学生の集団の中に一人だけおっさんがいた。普通に制服着てて周りと楽しそうに会話してた。老け顔とかじゃなくて、ガチでおっさんだった。想像してコーヒー吹いたんだが、ゴリラーマンスタイル知ってるやついる？おお、こんなところでゴリラーマンを目にするとは、池に落とされてあのスタイルになったんだっけ？おお、ゴリラーマンスタイルご存知とは、確かにそうだような気が、わら本人は案外気に入ってたみたいだよ、わら。新宿名物、私の心が湿度は、のおばさんは、30年くらい前から同じ場所に立って。しかも30年経ってあんまり老けない。まだ若い女性に見えなくもない。ので、怖いっちゃ怖い。何それ、そのおばさんどこにいるの？とりあえずググったら出たよ。新宿から池袋周辺に寄るたって。自作のなんかを手売りしているんだって。聞くところによると都市伝説でもなんでもなく、普通、なんだそうな。まだマックでバイトした方が、時給あたりは良い気がするが、いきなり現実だね W。
知ってるその人。西口あたりによくいる人だよね。昔、知り合いが一人、買ったって言ってたな。あれは金儲けというより路上パフォーマンス的な自己表現なんじゃないかな。雨降りの真夜中、車を走らせてたら、お墓の門から、髪の毛振り乱した、女の人が、道路の真ん中に走ってきて、大声で泣きわめいてた。マジ怖かった。釣りじゃなくて、本当の話だ。面白いな、このスレ。ダチョウクラブの呪文はたまに山ごもりをするらしいが、険しい山の奥深くで出くわして怖いのはクマでもヘビでもなく、普通の人間だとテレビで言ってた。あんたこんなとこで何やってんだよ。って思うんだと W。そういう自分は山ごもり中、木の上で寝たりするらしい。傭兵やゲリラでもないのに、なんでそういう身体の鍛え方してんだろう。私は、マンションのロビーでエレベーターを待っていた。彼氏の家を深夜12時に出て、車で送ってもらってきたところだ。エレベーターは3階にあった。2階、1階、そして地下へと。降りて、また、1階に上がってきた。チン、と音がして、エレベーターの扉が開いた。ドキッとした。女の人が乗っていた。50歳くらいだろうか、主婦のようだ。両手を自分の前で重ねたようにして、うつむいて立っている。ドキッとしたのは、その人が、入り口に背を向けていたからだ。ガラス張りで外の見えるエレベーターならいざ知らず、こんな小さなマンションの5人も乗ったら窮屈な感じのする。このエレベーターに一人で壁の方を向いて乗っているなんて。私は乗るのをためらった。だが、その後ろ姿からは攻撃的な感じは見受けられない。小柄で着ているものだって母や近所の主婦たちと対して、変わらない。大丈夫だろう、と判断した私は、エレベーター、に乗ることにした。さりげなく乗り込んでドアを閉め、4階のボタンを押して、また、あれと思った。どこの階のボタンも押されていなかったのだ。住人ではないのだろうか。エレベーターの操作がわからない。何階に行くのか聞いてみようか。だが、私がそんなことを考えている間もその夫人は少しも動かないままで声をかけることができないまま4階についてしまった。一緒に降りてきたらどうしようと思ったが、自然にドアが閉まる音が背後にしただけでその人が動いた様子は全く感じられなかった。眠っている母を起こさないように風呂に入り、冷蔵庫を開けると風呂上がりには欠かせないいつもの牛乳が切らしていることに気づいた。私の喉は習慣で、こんなにも牛乳を欲している。マンションのすぐ近くにコンビニがある、夜中に出向くことも、珍しくない。私は、財布を持ち、ドアに鍵をかけて、エレベーターに向かった。エレベーターは4階にあったので、下向きの矢印ボタンを押したらすぐに扉が開いた。ぎょっとした。先ほどの女の人が、まだ同じ姿勢のまま乗っていたのだ。怖い、と感じた。今度は乗れない、と思った。私は、その人が振り向いたりしないことを祈りながら、階段の方へ向かった。うむ、なかなかよかった。サッカー刀たたかのエッセイにこんな話がある。赤刀たたかが子供の頃、田舎の実家での話。夕食が終わって、母と本人と兄弟数人が今でくつろいでいると、父は不在。いきなり玄関が開いて廊下をだんだんと走ってくる音が聞こえる。襖が開いたかと思うと、
カモイに頭が届きそうな長身、細身、おかっぱ頭で、白い寝巻き姿の女性が入ってきた。今にいた家族全員はあっけに取られてしまう。女は今に入るなりしゃがみ込んでしまう。母が気を取り直して、男の人にでも追いかけられたの？と質問するが、女はキョロキョロと今の中を見渡している。さらに女は、皆さん話さないですけど、推しですか？と言う。そこで家族は声が出せることを伝えるために、互いに取ってつけたような回論。おしまい。